はい、皆さんこんばんは、和道です。2017年、12月の16日18時27分です。よろしくお願いします。どうもーす。お疲れっすー。はい、和道2、ゴッツさんいらっしゃい。はい、こんばんは、矢野ラッキーいらっしゃい。お疲れっすー。こんばんは。はい、ワード2、椎名さんいらっしゃい。昼間ありがとうございます。いえいえ、何のことだか分かりませんが、こちらこそありがとうございます。何がありがとうなの？ちょっとよく分かんないんだけど。なんかありがとうなことがあった。何がありがとうなの？こんばんは、あなちゃん。いらっしゃい。なんかあった。さっきのブラック差別の話題。ブラック差別俺よくわかんないよ。俺はよくわかんない、ブラック差別。こんばんは、鳥になりたいさんいらっしゃい。はい、ともさんは雑。はい、お邪魔します。はいはいはい。よろしくです。髪の毛さっぱりしたでしょいい感じでしょ、似合う。結構気に入ってんだけどね、なんか変とかおでこ隠せとかすごいいじられるんだよね。俺は結構自分のハゲが気に入ってるからあんまりよくわかんないんだけど、すごいハゲをいじられるよ。似合ってる、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。アイラは納税しそうもない。なんでそう思うの？リンゴさんは。アイラは納税するんじゃないかな。アイラは納税するんじゃないの？だってアイラが納税しなかったら結構やばいでしょ。アイラが一番稼いでるわけだから、アイラは納税するんじゃないの。領収書とか取ってる感じしないんですよ。え、だって顔出してない部屋雑配信者だから分からなくない？なんで分かったのそれでもまあアイラが損するからいいんじゃないの。なんかみんな人の税金の話題好きだよね。俺はなんかあんまり他人に関心がない方だからなんか結構よくわかんない。ハートプレゼントありがとう。多分整形とかに使って経費で落とせなそうほんとなんかあれだね、くだらないね。鳥になりたいさんバーガー5個ありがとう。整形してないんじゃないかな。風船10個ありがとう。アイラ去年ニコ生で納税したって騒いでたなんでさ、そんな誰からなのこの税金を、なんかこう税金を何でもネタにすりゃいいってもんじゃなくない？何でもネタにするのが好きだよね、本当にね。よくわかんねえな。別に払えばいいじゃんっていう、払わなかったら捕まるだけじゃんっていう、そういう感覚なんだけどな。整形するなら包茎直せばいい。俺は包茎直さないかな。でも歯は矯正したいかもしれない。手当たり次第突してお前何色だよって言ってました。でも去年のアイラ、俺電話かけて、俺は緑色で申告してるよっていう謎の文言を俺は去年大爆笑したけどね。アイラ俺は緑色だよって言ってたよ緑色って何と思って。緑色って何なんだろう。いや面白いよね。去年は俺は緑色で申告してるって言ってたよ。ちょっとよくわかんねえわと思ったけど、緑色は意味がわかんなかったね。まあまあアイラ様が言うんだからそうなんだろうなと思って。緑色ね、言ってたよね去年ね。ワードお前は何色だよって。俺は青だけどアイラ何色って言った。俺は緑。お前青かって言ってガチャって切られた。あ、緑なんだと思って。そのシステムは知らなかったなと思って。そうなんだっていう。へー。アイラらしいなと思って。アイラ様、ネタでやってんのかガチで言ってんのか分かんないかんな、配信者の場合。怖いよね。うん、まあまあまあ税理士丸投げでいいんじゃないの。アイラの仕事ではないでしょ。なんかさ、スティーブ・ジョブズのドキュメンタリー見てたけど、スティーブ・ジョブズってやっぱ頭おかしいな。あれビル・ゲイツとさスティーブ・ジョブズの対談を見てて、なんかすげえ面白い人生生きてるなみたいな、やっぱり思った。スティーブ・ジョブズって嫌なやつだわっていうのを再確認して余計好きになったね。本当に嫌なやつ。もうビル・ゲイツをね、こうビル・ゲイツに噛みつかれるんだけど、面白い人生送ってるなこの人みたいな。ビル・ゲイツとそのジョブズの、もともとあれだね、マイクロソフトってアップルのなんかこう提携してたんだね、若い頃はね。それ知らなくてさ、面白かったよすごい、ドキュメンタリー。嫌なやつなの。そのビル・ゲイツをこき下ろしたりとかするんだけど、でもね年取ってハゲてうまくいかなくてね、それでなんかね感慨深いものがあったね。感慨深いものが、なんかこう一回失敗した人間は強くなるんだなみたいな。アップルが衰退して潰れるとマイクロソフトが独占禁止法に触れてしまうので、マイクロソフトが投資して助けた。そう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 。だからそうそう、資金援助を受けるんだけど、実はビル・ゲイツは賢くて独占禁止法の裁判に触れてたから、アップルを復活して飼い殺した方が実はビルにとって都合が良かったっていう。ビル・ゲイツすごい頭いいのよ。ただ人間的魅力にジョブズに勝てないの。それがすごい面白いのよ。そのビルは賢いんだけど、みんなジョブズに振り回されていくので、ジョブズのこと大嫌いだみたいな感じでインタビュー受けてるその当時のアップルの役員とかもいるんだけど、でもその帰ってくるジョブズを楽しそうに話すのよ。あれこそジョブズだよみたいな。その iMac で復活していく様とかさ、 iPhone とかでジョブズはこうでなくちゃみたいな。そのジョブズをとことん憎んでるんだけどジョブズを愛してるみたいな。なんかねすごい魅力的なの。もうねイケメンだしかっこいいし、喋り方とかもカリスマ性があるんだよ。でそのやっぱりビル・ゲイツとかも分かんないんだよね。そのジョブズって何なんだみたいな。俺ねジョブズの気持ちわかんの。その才能のないやつと一緒にいたくないんだよ。自分が才能ないような感じがしちゃうんだと思う。多分。たまたま居合わせたんじゃないと思うんだよ。多分ね、ダメなやつなんだよ。エレベーターにいたやつは。俺わかるよ。エレベーターにいたやつが悪いんだよ。当たり前じゃん。ジョブズが悪いわけないじゃん。エレベーターにジョブズと一緒に乗るやつが無能なんだよ。でしょ？うん。っていう、そんなジョブズが大好きなの。うん。うん、ビル・ゲイツもスティーブ・ジョブズも多大な影響を受けた LSD。ああ、何？ビル・ゲイツも LSD やるの？LSD ドラッグね。でもまあ、アップルの製品見てて、やっぱり天才だなって思うよな。本当に天才なんだなっていうのは感じる。なんかすごいな、この人みたいな。ドラッグは LSD はドラッグじゃないの？どんな感じなの？教えてよ。じゃあカオス電話で話そうよ。LSD はドラッグじゃない。お坊さんになるの？ヒロポン？どうなんだろうね、ドラッグね。俺はもうドラッグはなんか合法ハーブみたいなものしか吸ったことがなくて、もう二度とやりたくないな。 LSD に快楽ないの？なんでやるの？LSD に快楽なんてないの？ほー、何？どんな感じなの？曲がる？曲がるって何？頭が良くなる。思考が冴えるみたいな。賢になるんだ。頭が良くなるって、頭は本当に良くなるの？曲がる？何曲がるって。曲がるんだ。本人が頭良くなった気がするだけなんじゃないの？客観的に見たら曲がるって言ってるぐらいだからアホになるんじゃないの？きっとお話ができる。バカじゃん。酔っ払いじゃん、要は。本人が賢だと思ってるだけじゃん。覚醒効果で寝ないでもいいとか疲れ取れるとかで戦前は、それはヒロポンでしょ。うん、覚醒剤だからね。まさに。気づく。何に気づくの？何に気づくの？ナウシカは木とお話なんかするっけ？木とお話なんかする描写ないでしょ。うん、ナウシカは虫と話せるんだよ。気づいちゃいけないことに。あー、深いね。気づいちゃいけないことに気づくか。いろいろあるよね、気づいちゃいけないことって。何なんだろうね、本当に。俺ね、気づいちゃいけないことシリーズで言ったらそうなんだけど、絶対に教科書で教わってることって嘘だと思うんだよね。アメリカで LSD を最強ドラッグ指定してるんだ。LSD 無害。あのさ、もうさ、ドラッグやる人、いや、まあ、嘘だとは言わないけど、きっとお話ししてる人がさ、無害だっていう、その、俺はね、アルコールは無害とかタバコは無害とは言わないよ。害ですよ。でも、きっとお話になれる時点で無害なわけないと思うの。その、作用があったら、反作用があると思ってて、その安全安心を歌うじゃない。俺マリファナにも何かあるし LSD にも絶対何かあると思うよ。ああ、アキラね。アキラはかっこいいよな。あれはまあ薬やってるだろうな。中毒性が問題されたんだ。悟りなのか妄想なのか。あ、いいところですね。それがまさにブッダが言ったところで、その通りですよ。だからそれ悟りじゃないんだよ。その妄想から抜け出した状態を悟りっていうんだよ。反作用は知ってしまうこと、LSD は中毒にはならない。ああ、なるほど。ドラッグね。眠ってる力が引き出されるの？でもね、ブリブリでお散歩する人だからな。難しいよな。ブリブリでお散歩する人が無害だって言ってもさまあまあまあ、偏見なのかな俺の。でもその精神的な依存はあるんじゃないの？そのやっぱり気持ちいいとか、その体的な欲求はなくてもずーっと吸い続けたりずっと服用してるってことはそういうことなんじゃないの？だって俺マリファナは中毒性ないよっていう人ほどマリファナを吸ってるイメージがあるの。ちゃんと調べればわかるの？なるほど。いや、どうなんだろうな。俺は、アルコール嫌いだから、多分ね、ドラッグ合わないような気がするの、自分で。ドラッグ合わないような気がする。なんか禅でいいやってなるね。その脳のコントロール自分でできればいいやって思ってるかな。日本語の文献、まあまあそれはね LSD 日本で出回ってないからだろうな。研究が進んでないんだろうな。言い得て妙。いや、なんていうか、その俺はこうじゃなくてこうなのね。みんなはこうなの。俺はこうなの。わかる？だから俺は違うやつだと思ってる。日本出回ってるんだ LSD。だからそのなんだろう、客観、なんつうんだろう、他人の神の目線から自分の体感を得られることができるから、俺は気づいたから。だからドラッグいらないと思うんだよな。なんか訓練すればドラッグに頼らなくても能力は開眼すると思ってるっていうか、ドラッグはその強制的に引き出すだけだと思ってるんだよね。もともとなんか人間が持ってるパワーは俺は信じてるかもしれない。超能力。俺はこうじゃないから。こうだから。ドラッグとは何なのかっていうと、俺はその通常の意識を変容させるものっていう認識だから、タバコもそうなんだよ。カフェインもそうなの。で、覚醒するものは好きなんだよ。結構そのタバコとかそうじゃん。カフェインとかもそうじゃん。愛はドツ。で、重要なのはその何かをインプットして、インプットっていうか感覚器官を研ぎ澄ませる作業なわけじゃないですか。こう肌の感覚、視覚、聴覚とか五感って言われてるものを研ぎ澄ませて世界をどう捉えるかって話だと思うんだけど、その後の作業がすごい大事な気がするんだよね。カオスは何に気づいたの？それが知りたいよ。俺はそのカオスが何に気づいたのに興味がある。木と何を話したのかが気になる。それが大事なんだと思う。木は何を訴えてた？木は何て言ってた？カオスは何に気づいたのか、母体。この辺の牛焼きと変わらんってこと。LSD 大したことねえな。LSD 大したことねえよそれ。次元が違う、体感があったんだろうね。知り合いは石ころだって言ってたな。俺は石だって言ってたね。ああ、なるほど。どうなんだろうね、わかんないけど、俺はだからマリファナをどこで手に入れるのかわかんないから、やらなきゃわからない。マリファナの方が多いんだ。非犯罪化か。日本もそうなるんじゃないの、多分。遅かれ早かれ。なんかそんな気はするけどな。なんか大麻非犯罪化とか合法化とかあると思うよ、全然。日本も。まあそしたら吸ってみようかな、1回ぐらい。無理？あ、そう。無理か。戦争中はマリファナ普及してたの？こんばんは。なんかあれでしょ、気持ちよくなるんでしょ、ほわーんとして、ご飯が美味しくなる、幸せになる、リラックスするとか、そういう感じなんでしょ。違うの？幻覚を見るっていうよりは、なんかトローンとするってイメージ。あ、覚醒剤ね。人によって違う。子供の頃の感性に戻る。草の種類によって違うんだ。あねえ、バッと入ると良くないとかも聞くよね。あ、眠くなる人、ハイになる人、落ち込む人。じゃあ質問なんだけど、ドラッグがある人生、ドラッグっていう言い方が良くないのか。じゃあマリファナでいいか。マリファナのある人生とない人生だったら、ある人生の方が何倍っていうか、どういいの？人類がどうなるとかある？なんかこうわかんないけど、そのまあまあある方を選ぶんだろうけど、その合法か違法かじゃなくて、マリファナがある人生とない人生で、例えばほら知らないからわからないわけじゃない。だけど自分が子供を持っていて、子供にその合法とか違法とか関係なく、まあ、原住民みたいな生活してて、どうなんだろうみたいな。豊かな人生あれば豊かな人生じゃあって変わらない人もいるってことか。おはよう桜ロイド、ハートありがとう。必要ない人はやらない。ああ、なるほどなるほど、面白いね。必要ない人はそもそも出会わないと。面白いね。もうそれが必要な人は出会うんだ。漫画みたいだな。やらない人間に限ってやる人に文句を言う。いや、単純に俺は興味があるだけだよ。別に文句は何もないよ。自分だったら親とかに迷惑かけたくないから、身内がいなくなったらやる。あると面白い。やる人はやらない人に何も言わない。そうかな。そうか。なるほど。ああ、商業的な理由ってことか。2ちゃんで売ってたんだ。2ちゃんで売ってるわけじゃない。2ちゃんで売ってた。どっかの SNS でも今でもあるんじゃないかな。なるほど。縁がないのかな。医療大麻か。医療大麻。ツイッターで売ってるんだ。ツイッターで売ってるの？すげえな。勧めもしないし、否定もしない。医療大麻反対、薬事法になると、うん、オーシャングロありがとう。検索結果出てこないな、うん、ペコは元気だよ。髪だいぶ切った切った、うん、覚醒剤とマリファナは全然別物だからね、うん、LSD は覚醒剤に近そうな印象かな、俺は。全く分かんないからあれだけど、なんか話を聞いてる限りだと覚醒剤とかに近いのかなっていう感じはするけど。それなんか思考が、脳が開くっていうか。メタンフェタミン、うん、LSD は幻覚系なのかな。ないかな、どうなんだろうね。分かった、いい例えありがとう。俺ポテトチップス食わないわ。カオス、俺ポテチ食わない。すごい今ピンときたわ。それだわ。ポテトチップス俺食わないもん。俺ね、ポテチ食わないの。そう、すごい俺の中で一番しっくりきた。うん、わかった。すごいしっくりきた。で、好きな人がいる。ポテチないと生きていけない人がいる。わかる。ポテトチップスなくても生きていける。別に食べてまずくはないし、あれば食うし、うまいとも思う。でも、買おうと思わない。で、ポテチがないと嫌だって人もいる。すーげーしっくりきた。でも知らない。ポテトチップスだ。それだわ。俺今までの論者の中で一番しっくりきたわ。ポテトチップス理論が。ああ。なるほど。すっごいしっくりきた。ああ。俺ポテチいらない派なんだよ。で、ポテチ好きな人、すごい食うもんね。うん、で、ポテチにもいろんな種類がある。ねえ。もういらっしゃい、いっちゃん。いや、俺は一番しっくりきたし、一番新しいアプローチだったね。うん。すごくしっくりきた。うん。で、怒りも分かった。ポテチ好きな人からするの。ポテトチップスが違法ってどういうことみたいな。だんだん分かってきた。ポテトチップス、芋だと。芋が違法みたいな。だんだん分かってきたわ。いろいろ分かってきた。ポテチの味は食ってみないと分かんないと。運転中にポテトチップス食べると気を引かれてるところから禁止しないといけないと。うん、なるほど。分かったわ。俺は謎が解けた、今日。ナチュラルトリップするときはする。しないときはしない。ただ、ハマると気持ちいい。昨日はバッドトリップだった。うん。ポテチはしっくりくるな。うん。医療ポテトね。医療ポテト。うん、ポテチハイは3時間。ポテチハイは15分ぐらいしろ。ポテチに中毒性はない。あ、トリップって言わないんだ。バズってハイになってストーンするね、ポテチ。うん、新しいな。ナチュラルハイっていうか、結構その脳内麻薬のコントロールは下手かもしんない。ガッて決まっちゃう時あるよ。喋ってても。喋りで決まるかんね、俺。毎日喋りで決めたいんだけど、5年やってるけど、まあ、あんまりないね。ハマる時はめちゃくちゃ気持ちいいよ。生主はドラッグだかんね。配信ハイあるよね。俺はニコ生ーズハイって呼んでたんだけど、ニコ生やってる時は。ニコ生でね、いろんなハイがあるんだけど、ホワイトアウトとかある。アドレナリンじゃないんだよな。止まらなくなるんだよ。お酒があればハイになるとはちょっと違うんだよな。佐野さんは決まりっぱなしだね。あれは羨ましいよな。毎回楽しそうだもんな。配信はあるね。ゾーンに入る。あるあるある、全然。うん。ガン決まりすることあるよ。配信で。だからそれは、なんかセックスに近くて、セックスって、相性とかあったり、その時の体調とかあるでしょ。で、結構大事なのはリスナーが誰なのかみたいなのがあって、こいつとこの話してるみたいな。で、俺ら分かり合ってるっていう素敵な勘違いがすごくハマる時はあって。うん。ちゃんと意思疎通ができてて、お互いに実のなる話ができてて、なんかこう回る時があるんだよね。そう、こいつに伝えなきゃいけないことがあるみたいな。こいつにこれを言わなきゃいけないっていう時はね、いい時だよ。俺の話を聞けと。リッスンだよね、もう完全に。知らない。ポテチ食べな。中毒とはまた違うんだよな。なんだろう、でもね、どこに向かってんだろうっていう怖さは最近出てきたかな。人生の折り返しが見えてきて、俺はどこに向かってるんだろうっていうのはあるかな。それは別に、なんて言うんだろうな。俺は配信に中毒になったり依存はしてるタイプではないかもしれない。ここ最近の配信者じゃない。あんまり生主っぽく染まってない変な事例だと思うよ。結構生主って染まる人がすごく多いの。生主らしい行動をとるっていうかで、染まっていくと俺は結構つまんなくなっていくっていうか冷めていくタイプで、この人の才能ってここで使うためになのかなっていう。だから閲覧至上主義と、なんて言うんだろう。閲覧至上主義とかになっていくと、すごくつまんなくなっていくっていうか、なんか、ああ、ゴールデン番組なんだっていう。そう、ゴールデン行ったんだなっていう。そっちの人なんだっていう。特に深夜番組の人がゴールデンに行くと俺はすごい悲しい気持ちになる。俺がゴールデン行きたいとかじゃなくて、要は俺は深夜番組で一番優秀な深夜番組を作ってる自信があるのね。深夜番組の中でトップを走ってる配信者だと思うの。でゴールデンも別にそこそここなせるというか、ゴールデンで光るタイプではないんだけど、ゴールデン番組も別にできますよ、みたいな。だから、あ、お前ゴールデン派だったのっていう、そこがいいんだっていう残念さがある。メジャーデビューとは違うんだよな。メジャーデビューはしっくりこない。なんて言うんだろう。メジャーデビューとは違くて、お前、ABEX に移籍すんのみたいな。メジャーかどうかじゃないの。それはレーベルの話かな。お前そんなこと言ってなかったじゃんって。去年まで。去年まで、何コード進行とか。そう。わかるかな？そう。それに近いかもしんない。ABEX みたいな。まあ理解できない人は理解できない。要は俺の話がわからない人はわからないとは思うんだけど、いや、俺はだから深夜番組を10年続ける人になりたいの。なんでかっていうと、10年後に影響が及ぶから。タモリクラブっていうかね、まあまあ、タモリクラブではないんだけど、年齢層的に言ったら。なんだろうな、もっと、電波少年ほど尖ってないかな。いや、長くやればいいっていうわけじゃなくて、数字を気にしなくなったら勝ちだと思うんだよね。内容としては。トゥナイトだな。ギルガメデじゃないな。トゥナイトが理想系だな、俺は。トゥナイトだな。一番理想系は。なんだろう。ゴールデンに行って内容変わるよ。だからそれにがっかりするっていうことで、例えば、その、尖った配信とか尖った意見をすればするほど、大衆受けはしなくなるっていうロジックがあって、大衆に受ける配信をしたら、無難なことをやればいいんですよ。尖った意見なんかいらないの。でしょ？子供からお年寄りまでじゃん。だけど、なんていうの？それってなんか、嫌で、コアなヘビーなリスナーがついてればいいと思ってるんだよ。コアでヘビーで、好き、私は好きって言える人がいればいいと思ってる。私は好きです。ついてこれる人だけっていうわけじゃないけど、面白いと思う人だけ見ればいいっていう、面白い人だけっていう強要はしないかな、だからなんかその大衆寄りに寄せてはいきたくないかな、そうやつらに寄せてはいかない、そこは美意識の問題なんじゃないの。どこに寄せていくかって。そういうことだね。そういうこと。アフリカで貧困があろうが、僕には関係ないと思います。コウジマルさん。はい。僕は、アフリカを信じてないんですよ。コウジマルさん。はい。今のところは。現時点では。あるらしいよねっていう感じですね、アフリカは。で、僕がアフリカを語るときは、僕がアフリカに行って確認をして何かを見たときですね。よろしいでしょうか。うん。うん。王様ゲーム？何王様ゲームって。どういうこと？花火は王様ゲーム。ほぼ罰ゲーム。いや。花火は投げてもらわないと、俺は生活できないから、罰ゲームかどうかは知らんけど。生活がかかってるから、俺は頼んでるよ。Please give me fireworks ですよ。だって、コンテンツ、それを言っちゃおしめでしょ。うん、でも、その理論に乗っかったら、その理論を提唱したやつの言いなりになってるってことなんじゃないの？うん。投げた人の特権をこっちに回さないで。いやもうそこはやっぱりキッスだから、そこはやっぱりスポンサーのね、愛だから、それは愛だからね。愛は配ろう。愛はですね、小島さん。エヴァンゲリオンを見てない人はエヴァンゲリオンを見るべきだと思いますね。以上です。エヴァンゲリオンを見てない人はエヴァンゲリオンを見るべきだと思います。ガンダムを見てない人はガンダムを見るべきだし、ドラゴンボールを読んでない人はドラゴンボールを読むべきだと思いますね。はい、以上です。エヴァンゲリオンは売っているので、TSUTAYAでレンタルすることもできますし、はい。はい。うん、一回借り上げてみろってそういうことだよね。そういうことだよね。ぐだぐだ言わねえで一回借り上げてこいって話だよね。床屋に行けよっていう、そういうことだよね、ボーイさんって一回借り上げてみろそうだよね。死の子の言わずに借り上げちまえばいいんだよねうん、だってオムライス食べたことない人にオムライス説明するのなんて無理だもん。意味が分かんないでしょ。オムライス食べたことないんだけど、オムライスってどうなんすかって、食えとそう思わない？オムライス注文するところまではみたいな。いや、オムライス注文するんだけど、ちょっと用事があって食ってないんだけど、どうだった？いや、食えという感じはあるかな。オムライスはね、俺のオムライスだしね、そもそも。うん、やっぱね、自分で食べるのが一番美味しいからね。童貞にセックス説明するの難しいでしょ。海保こんばんは。買ってみるバリカン入れてみるタコ三郎さんバリカン入れちゃった方がいいよ。あげるそこは味噌だ、うん、狩るんじゃない、狩り上げるんだ。ステイハングリーステイフーリッシュみたいに聞こえる狩るんじゃない狩り上げるんだ。こっちの方がいい。ありがとう。ありがとう。髪の毛ってなんで生えてくんだろうね。なんで長くなるんだろう。なんかさ、そのままをキープするじゃん、動物とかって。動物とかってさ、ライオンはさ、ライオンのたてがみな感じじゃん。なんで人間で髪の毛がずっと伸びるんだろう、切らないと。意味がわかんなくない？そんな生物で人間だけじゃない？ちゃんと春になったら、こう入れ替わったりするじゃん、勝手に。なんでずーっと伸びてくんの？俺すごいこと言ってない？俺すごいこと言ってないですか、今。すごいこと言ってるよね。人間って動物じゃなくない？ねえ。なんか思わない？だって動物はさ、春、夏、秋、冬とかで入れ替わる。いや、頭皮、いや、だったら普通になんか、その、ちょうどいいところで、なんで髪の、ほら、じゃあ、頭皮を守るからって別に、毛皮とかはさ、守ってるじゃん。そうじゃなくて、程よい感じで入れ替わればいいじゃん。なんなんだろう、これ。あれ？ねえ。ねえ、当たり前すぎて誰も注目してない。俺多分今すごいことを言ってるよね。すごいことに気づいてるよね。なんで人間だけ髪の毛、全身を拭く、全身包むため？なんだろうね。なんで人間だけ伸びて、切ってを自分でやるんだろう。不思議だわ。おー、すごい天才だな俺やっぱり。なんでなんだろう。なんでだ、なんで人間だけ髪の毛伸び続けんだろう。人間のねえ、宇宙人だからなのかな。冬は、いや夏だって伸びるじゃん。いや夏だって伸びるじゃん。地球のね感じじゃないよね、ちょっとね。宇宙ルールだよね、多分ね。別の星のルールだよね、これ。だよね。変なの。人間だけおしゃれできるのおかしい。動物は見た目同じだしね。本当に宇宙から来たのかもしれないね。でもさ、なんかそうだろうね、多分ね。宇宙から来たんだよね、多分ね。人間ってたまたまそれが猿をベースに作っただけでさ、髪生えるかはあれでしょ、頭守るためだよ。寒いからだよ。不思議だね。ヒゲはなんで生えるんだろうね。眉毛伸び続けるよ、俺。不思議だよな。めっちゃ不思議だな。アウストラロピテクスは全身に毛が生えてるんだ。指毛はいらないよね。進化なのかな。ダーウィンの進化論って本当なのかな。和道さんは生えてないところおでこだね。昔は生えてた気がする。だからね、それ「からくりサーカス」って漫画にすごいいいこと書いてあって、進化と退化は同時に起こるっていう、本来の意味の退化は無変化だって言葉を言うんだよ。進化と退化は同義語。君が使ってる退化っていう言葉は無変化だって。何もしないのは進化も退化も起こらないっていうね。宇宙を直進したら行き止まりはあるのかな。ずーっと膨張し続けてんじゃなかったっけ。いや、いい言葉だよね。進化なのか退化なのか同時に起こるから、いいか悪いかって解釈の問題じゃん。かっこいいよね。変わらないこと、無変化。ちとさんこんばんは。鼻毛はね、空気清浄機だからね。そう、いいところありがとう、若造さん。そう、アンダーヘアとかさ、脇毛とかは伸び続けないけど、髪の毛だけ伸び続けるのはなんでなんだろう。そういうこと。俺が言いたかったのは、そういうこと。そういうこと、若造さん。ありがとう。そういうこと。確信がさらに確信に深まった。ありがとう。そういうことです。僕が言いたかったのは。うん。なんだっけな、昔って人間って男と女ともう一人人間いたの知ってる？もう一人いたの。男と女ともう一つ人種がいたの知ってる？男男と女女なんですよ。今生きてるのは。男男と女女が今生き残ったの。で、昔は男女がいたんですよ。男女が。女男でもいいんだけど。そう。で、神様はそれを真っ二つに割って、男男と女女にしかいなくなった。だから、ね。じゃあ、男男も半分に割って男になった。女女も半分に割って女になった。だから、自分の相方を探してるんですよ。男、女、もしくは女男になるために。何言ってるか全然わかんない、男、女なら自分で妊娠できるのかな。性別って厳密にたくさんあんの？何それ面白いね。何それ何それ怖っ。何それ性別は医学的な話？なんかオカマの分類ってすっごいジャンルあるんだよね。なんかそのタイとかだとその日本だとさゲイバイレズぐらいでしょ。ゲイバイレズだけど男要はタチと猫の概念もまあ一般的かだけどゲイが好きなゲイが好きなバイセクシャルとか、なんかいっぱいあるんだよね。ゲイなんだけど、ゲイの人が嫌いで、ノーマルな人が好きな人の故障とか、すっごいジャンルあるんだよね。30種類ぐらいあるんだよね。めちゃめちゃ多いんだよね。で、こってこてのゲイしか好きじゃないゲイの人とか、そうすごいあるよねタイって。そう性別ではないでしょそれ。性別っていうかそのなんていうの性別ではないくないそれは。だからそのセクシャルマイノリティの区分みたいなゲイの男。あとその女装家もあるじゃん。で女装もして性的にバイセクシャルなのか、女装がただ好き。で、女装がただ好きで、女の人が好きな人を好きなゲイとか。すごいらしいよね。だから、その、芸能界とかだと、その、誰は誰よりなのかとか、ミッツマングローブはどこにいて、なんだっけ、マツコ・デラックスはどこにいるのかとか。だからマツコ・デラックスは女装もしてて、チンコが生えてて手術をしてなくて、で、ゲイなんでしょ。で、ミッツマングローブさんは、女装かなで手術をしてなくて、女性もいけるんだっけな。なんかすごいよね。複雑なんだよね。女装ゲイ寄りのバイ男性とかもいるだろうし。で、男の格好なんだけどメイクをする人とかもいるんでしょ。海外ではそういう第三の性別をきちんと認めようっていう動きなんだ。日本はね、もうざっくりだもんね。同性愛者とか性同一性障害で終わりだもんね。仲間さんは女性が嫌い、障害だから、障害っていうその害の字はどうなんだっていう動きもあるよね。生物学的にはなんかいろいろあったような気がする。男女二択じゃない、それを知りたいな。生物学的じゃない男女の区分、面白いね。そっちの話ではなかったんだ、マキルが言ったのは。でもね、俺はこれ俺の意見なんだけど、男同士のセックスは興奮しないけどレズビアンは興奮するなんかレズビアンは神聖なものだと思うですわかるかな、なんかわかる。で、女の人にそれを言った時に意見が分かれて、これ男は同意してくれるの、ありますねって言うんだけど、女の人に言われると、じゃああんた男同士でセックスできるって言われて、で女の人は肯定的な意見と否定的な意見、分かるでしょ、これ男の人は分かるの。そう、レズビアンは別にいいんじゃんみたいな、なんならレズは浮気じゃないみたいなわかんないけど、なんか新しい男と浮気してたってなったらすごいショックを受けるけど、だからのんちゃんに和藤さんごめんなさいってちょっと浮気をしたと、で彼女がいるってなったら別にあそうなんだみたいなね、不女子と言われる逆なんだけど、男の人は結構そのレズに寛容なイメージがある。別になんかいいんじゃんみたいな、ビジュアル的な問題なのかな、どうなんだろう。何なんだろう、それはなんか生物学的になんかあるんだろうね。その女の人が女の人とセックスしてもね、子供ができないから安心みたいなのあるんだろうね多分。男性向けの AV でレズものある、ただ女性向けのゲイものはないからねゲイ向けの AV はゲイの人が見るゲイ AV だもんね。そうだよね、面白いよね。女性向けのゲイものがないんだもんね。あってもいいはずだよね。確かに。あい、こんばんは、よろずさん。ビジュアルだと思う。ブスのおにぎり食べたくない。いや、それは同意を求められてもなんか、それはなんかいろんなブスを敵に回すことになるから、俺は知らんって言うけど、知らんって、ブスに支えられてる放送でもあるから、ここは、ブスを敵には回さないって決めてるから。 BL だから漫画なんだよね、あくまでね。 BL って AV ではないんだよね。何なんだろうな。でも漫画はわかるんだけど、でもさ、少女漫画って全部同じ絵じゃん。あんなに目がでかくてさ、なんか八頭身でさ、あんな人間いねえよって思わない？なんでああなるの？女の人が絵を描くと目がでかくて、あれ宇宙人だよ、デブが出てこないんだよね、女性。少女漫画にデブが出てこないのはなんでなんだろう。俺、エヴァンゲリオンにデブキャラが出てこないのもちょっと嫌なんだよね。なんかデブをちゃんと描いてほしい。多分ね。そう、理想なんだろうね。なんか。いや、本当になんか、宮崎駿はデブを描くし、ブスも描くし、いろんなものを書くの。で、消費もして生産もするんだよ。だから、なんかその世界の成り立ちみたいなものをちゃんと書くんだよね。だけど、なんかね、その偏った世界観だと、なんかこう、エヴァンゲリオンにデブ出てこないんだよね。なんか違和感がある。もうかっこいいデブとかいるはずなんだけどな、みたいな。かっこ悪いデブもいるし。多分、安野さんがデブ嫌いなんだろうな。貞本さんとか。うん。紅の豚なんかね、豚だからね。デブじゃなくて豚だからな、もはや。これは結構なんか、そういうところはすごいなって思うよね。いろんなものをちゃんと描く。かっこいいデブって俺いると思うよ。かっこいいデブいない？かっこいいデブ世の中にいっぱいいるでしょ。豚なのにかっこいいよね。女性の憧れる女性と男性が憧れる女性違う。あ、わかるな。江角真紀子とかがそれだと思うね。女性が憧れる女性っていうか、女性支持層。小池栄子とかも意外と女性支持層多い気がするな。だから小倉優子なんか典型的に女性が嫌いな女性でしょ。うん。ラッパーと料理人はデブがいい。わかるな、すごい。料理人が痩せてると、ねえ、やっぱり大丈夫かなってなるもんね。料理人デブだとね、絶対この人料理うまいってなるもんね。うん、わかる。ラッパーがなんでかっていうのはわかんないけど、声がいいのかな。太ってる人って美声な感じはあるよね、確かに。うん、痩せてる人よりも太ってる方がいい声な気がするから、それもあるんだろうな、ラッパー。うん。うん、デブでめちゃめちゃ踊りうまいと面白い。うん。あ、デブの基準も違う。博士太郎かっこいいデブ。まあ博士太郎もかっこいいし。なんだろ、勝新太郎とかかっこよくない？あれデブでしょ。あと、ビートたけしも、どちらかっていうとデブだと思うけどね。うん。大外キャッチャーはブーちゃん、ワドツー。はい、ワドツー。キャッチャーもやっぱ太ってた方が安心感あるよね、なんかね。うん。わかる。キャッチャーは、だからデーブ大久保みたいな人の方が、なんか、いいよね。洋食屋がデブだとうまそうだけど、和食でデブだとまずそうにならない。恰幅がいい感じの方がなんか、寿司屋とか、俺ちょっと小太りな方がやっぱ和食もいいなと思うよ。なんか、ガリガリの大将よりも、なんかちょっとふくよかな感じで、の方がいいと思う。コリン星はうちの惑星です。すいません。プラズマで追い出しますので。いらっしゃいるサクさん。サモハンキンポ。あ、健康的なデブと不健康なデブってあるよね。わかる。うん、張りのあるっていうかね。わかるわかる。それもわかる。で、食い物系の人はやっぱ食って、うまいもん食ってるデブだから、やっぱ張りのあるデブだよね。デブは甘えなんだ。明るいデブと暗いデブ、うん、トーラスエネルギーに守られてる。あのね、トーラスに関してはあれとんでもだよ。俺はあの映画に異論がいっぱいあるけどね。要はね、都市伝説の典型的なね、作り方なんだよ。あれなんだっけ、あの映画。トーラス。なんだっけ、なんて映画だっけ。俺はだから太ってる人は天才ハッカーだって思い込むようにしてるね。天才ハッカー。インターステラーじゃない、いや違う、じゃないよ。なんだっけ、スレイブじゃなかった、スライブとかなかったっけ。凍らせエネルギーを知らなかったら俺の放送ついてこれないよ。凍らせエネルギーでできてるんだから。スレイブだっけな、スライブだっけな。YouTube にあるでしょ。うん。天才造形師の話なの？うん。天才造形師はちょっとよくわかんないけど。ただ、自然界の葉っぱの、法則、なんて言うんだっけ、あれ。何の法則だっけ？自然界の葉っぱの生え方って法則性あんの知ってた？そう、都市伝説のものを織り交ぜて、順番、事実も入れてるんだけど、それをね、誘導的に入れてるから、やり方が汚い。都市伝説なら都市伝説、事実は事実でやろうよっていう。汚いんだよ、作り方。そう、渦巻きっていうかね、葉っぱの生え方に法則性があるの、なんて言うんだっけ、あれ。それ学術的な話だよ、俺が言ってんの。あれとか、すごいよね。その太陽が一番効率的に当たりやすくするため自然が、葉っぱってランダムに生えてるわけじゃないんだよね。なんて言うんだっけな。で、それ自然界にその黄金比のあれがあるんだけど、黄金比なんだけど、そう。なんて言ったっけな。何の法則だっけ。Twitter もふわっちの画像も太っておりますが、今痩せてる。あ、そうなんだ。俺、ルサルクさんのその滑覆のいい感じ好きだけどね。うん。あ、そう、フラクタル理論だ。それだ。ありがとう、ルサルクさん。賢だわ、やっぱり。そう。こういうのを見ると、なんかね、神様っていうか、なんかあるんじゃねえのみたいな。だから、マリファナ大好きなプログラマーの知り合いの人が言ってたけど、マリファナ吸うと、この世は神様がいるっつうか、誰かがこの世界をプログラムしたっていうのがわかるよ、みたいなこと言ってたね。リアス式海岸の話してないよ。うん、フラクタル理論とか。だからなんか、あるんだって、見えるんだって。この地球に何かの意志で、誰かがこのプログラムを書いたっていうのが見えるんだって。うん。うん、だからフラクタル係数で出てくるんじゃないの？フラクタル係数か。フラクタル係数。なんかこういうのはすげえ面白いよなとか思うよね。フラクタル係数じゃないかもしれない。あとなんだっけ、ね、日本地図に、なんだっけな、なんかの金を、こう、都市の人口比率に金をまいてみたいなことをやると、鉄道の山手線に、とか、金がそういう風に繁殖するみたいなのもすげえ面白いんだよな。なんか実際に言うと厳密にビタビタではないんだけど、山があったり川があったりとか、境界線があるところはずれるんだけど、日本地図に沿って、なんつうの、ネットワークを形成する金みたいなのあるじゃん。そういうのをばらまくと、路線図になるみたいな。フィボナッチ数だ。それかな？ちょっと待って。フラクタル係数じゃなくて、ゼリーさんありがとう。フィボナッチ。フィボナッチかもしんない。ちょっと待って。これ、こっちだ。フィボナッチの方です。フィボナッチの、やつが黄金比。フィボナッチ、そう。多分こっちだと思うわ。フィボナッチ、そう。フィボナッチだと思う。そう、こういうのすごい面白い。葉っぱの生えるのとか、いろんなものがね、なんか黄金比でできてるみたいな。で、法則性があるんだよね。葉っぱの生え方とか、花弁とか。そう、自然界の植物とか、全部実は法則性があるっていう。うん。賢っていうか、なんか面白いよね。世の中ね。フィボナッチ数列っていうんだって。うん、なんかこういうドキュメンタリーとか見るとすげえ感動するんだよね。フィボナッチ数列とか見ると。こういうの好き。なんかすごいバランスだよね。枯れる法則？枯れる法則よくわかんないけど、枯れる法則？枯れる法則、グリゴリオ歴にとらわれた人類。あのね、俺ね、月の暦ってあるの知ってる？みんな月に暦あるの知ってる？で、俺月の暦って絶対月の暦の方が正しいと思ってるの、人間って。今太陽暦じゃん。そう、28日かける13ヶ月の方が、そう合ってるような気がしない？プラス1。だからトランプがそうじゃん。1から13までの数があって、で、4つのカードの種類。要は、暦が4つあってっていう。映像の世紀とか面白いんだ。見てみたいな。ドキュメンタリー大好き、俺。中米の人は月の暦なんだ。月の暦だからさ、満月の日は犯罪率が上がるとかさ、その生理とかなんだ、海の潮の満ち引きとか全部月なわけでしょ。だから28日の13ヶ月で過ごした方がいいような気がするんだけどな。中米の人はそれなんだ。なんかその方が割り切りやすくない？2728でね、ピルも28日周期なんだ。そう。中米楽しそうだもんね。なんだろうね、陽気だよね。月経とかサンゴの排卵がそれですよね。だから生物的な影響って月ってすごいあると思うんだよな。満月見るとなんかオナニーするもんな。俺毎日してるけど関係なかったわ。毎日オナニーしてたわ。地球上の生き物、なんか影響は強いような気がするんだよな。マンピーの話してないですね。満月でオナニーすることマンピーっていうの。配信3時17、昨日テレビでやってて和道さんがこのサイト来るよって言ってたのは本当だなって思った。やり方が超本格的で、資本のかけ方がエグかったんだよね。そう。絶対来ると思ったし、あのサイトは伸びると思うよ。なんだっけな、シェア取ってる、なんだっけ、6000万ダウンロードだっけな。すごいんだよね。そこの会社の社長さんともお話したよ。だって1枠30分で700万とか花火上がる世界だからね。1400万か。手取り700万っつったからガンガン稼いでるよ、セブンティーンの人。俺は合わないなと思ったけど、今じゃないなと思って、タイミング。俺は本社も行ってるんですよ、実は。時給いくらだったっけな。時給3000円プラス 30% だったかな、契約。やめちゃった。でも合わなかった、金じゃないんだよ、それを200人で仕掛けてたかな、ルサルクさんなんかあれだよね、あれに出てそうだよね、なんだ、ゴッドファーザーとかに出てそうだよね。映画レオンよく分かんなかったんだよな。映画レオンは敵役の人が演技かっこいいっていうだけだったの。あんまりグッとこなかった。まあちょっとしたキャバ嬢ぐらいだね、うん、都内のちょっとしたキャバ嬢ぐらいだ。でも自由にやるのが一番肌に合ってるから。タバコ吸っちゃダメとか規約が結構うるさい。自由になりたくてね、配信者になったのにね、自由にできなかったら意味ないでしょ。ルサルクさんかっこいいよね、イケメン。うん、いやなんかそういうのが似合う。シチリア島とかなんか、うんスウェーデンつったっけ、うん、かっこいいよね。カオスもかっこいいんだよな。俺カオスめちゃめちゃ羨ましいんだけど、なんかビジュアルが良すぎる。なんかビジュアル超かっこよくない？カオス服とかもこじゃれてるし、なんかスタイルもいいし、絵になる男を見るとムカつく、嫉妬。いいよな、なんか。あと俺顎があるイケメンすごいね。竹野内豊とかすげえなんか見ててね、シューンってなるの。顎があるイケメン顎がしっかりしてるイケメン見るとね、なんかね、羨ましいわーってなるの。かっこよかったでしょ、うん、カオスイケメンなんだよ。フィンランドと日本のハーフ。フィンランドってあれか、キシリトールのイメージだ、うん、なんかカオスずるいよね。なんかずるいんだよね。めっちゃかっこいいんだよね。なんか絵になるんだよね歩いてるだけでかっこいいんだもん。イケメンだよね。あーわかるわかるわかる。そう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 、イエローモンキーのでしょ。イエローモンキーかな、うん、なんかセクシーなんだよね。ずるいわ。トム・ヨークに似てた、うん、妖精のような幼女が一気にババアになるトロールとねエンジェルは一緒なのかね。カオス愛してるよ花火ありがとう、匿名さん噂のキスをあげる情熱キスを。カオスは有名配信者じゃない、中堅どころじゃんふわっちの、うん、あちょっと窪塚っぽい雰囲気もあるよね。何が22位なのか分かんないな、うん、22位は別にめでたくなくない？あれか時間帯別か。そんなに落ちたの俺。ほんとだ22位だ、うん、45人いる中で22位か。微妙微妙、うん、音でかいわすいません、はい、気をつけます。なんかね、あとね、もう声を大にして言いたいんだけど、もうこれだけは今日覚えて書いておいてほしいんだけど、あのね、おっぱいはカップじゃなくてフォルムだから。俺はね、これもうたまに言いたくなるの。おっぱいは大きさじゃなくてフォルム。これ何回言ってもね、わかんないバカがいるんだよ。うん、あ、年を重ねていくごとにかっこよくなる人はいいよね。うん、俺たちみたいな固定が守るぜっつってイベントに参加しないスタイル。いやいやいや、イベント参加して22位だったんだよ。参加してダメだったんだよ。そう、干され系男子だから、うん、干されたの俺は、うん、おっぱいは大きさじゃなくてフォルム。髪切りました。あのバーバースタイルっていう今流行りのカットらしいですよ。これちょっとよくわかんないですけどギリギリ黒電話に寄せてる感じ。そうちょっとね、北朝鮮は意識してないんだけどアメリカンな感じを意識してるんだけど、俺がやったらちょっとギリギリ北が入ってしまったんだよね。イケメンの部類じゃないよ。モテたことなんかないもん。うん、畳んで詰める G カップは巨乳じゃない。うん、教養系イケメン男子で同じです。いやいや、中卒系底辺系男子だから。寄り目系男子だから。あ、でもね、おじさんになったら俺かっこいいと思う。40代とか50代とか急に、みんなが劣化してダメになった時、俺はポテンシャル高いと思う。親父がかっこいいの。そう。だから、なんか、親父年を増すごとにかっこよくなってるから、多分50代とか40代とかめちゃくちゃモテる気がする、俺。なんかね、渋くなるんだよ、うん、なんかシワが似合う系男子っていうかイケてる、うん、いやマジでマジで親父かっこいいんだよね。なんて言うんだろう、うん、年取ると良くなる系だよね俺。若い時にかっこよくはなんないと思う。シワが早くこう似合うようになりたいね。いい年の取り方したい。渋い目尻のシワが出る男子になりたいね。ニコって笑いたい。この髪型渋いよね、うん、あ、年を取らせるアプリってあるんだ。今携帯が使えないかな、俺自身が携帯がダメになっちゃってるから iPhone 買わないと。そう、ちょい悪な感じ。そう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 。うん。うん。うん。なんか結構いじられる。この髪型笑われるんだよね。正面から見るとそうでもないんだけど、横から見ると、やっぱりおでこの広さがね、ここだと思うんだよね、多分。笑いどころは。ちょっと攻めてる髪型だよね。大型の二輪免許を取っておかないと。あー、ハーレー・ダビッドソン乗るの夢だな。カオス。あ、カオス愛してるよ。ロコさんいらっしゃい。風船ありがとう。違和感ない、ありがとう。いや、いいよね。こうやって褒め合う文化は大事だよ。褒め合うのは大事、大事。女、褒めることができる人は女にモテる人だと思う。ロハコさん来てるからっつって、ロハコさんいらっしゃい。ロハコさんもふわっちやればいいのにね。ふわっちやんないよね、ロハコさんね、あ、おでこ広いと知的に見えるっていうかね。あ、それはあると思うな。なんかでもその西洋の方だとハゲのイケメンみたいなちゃんとジャンルがあるらしいよ。ハゲも個性だって言ってハゲが好きな人がいるらしい。俺はそれはなんかいいな。ハゲとかヒゲとかこうマッチョとかデブとかのいろんなジャンルの中でイケメンを決めるみたいな文化があるらしくて、タグ付け。ハゲイケメン、ハゲイケメンも制覇する。OK、iPhone 買ったらそれも攻めよう。あるしんどイケメンか？イケハゲ。イケハゲってでもあるでしょ。ブルース・ウィリスとかかっこいいでしょ。カメラに愛してるよって言うとシリが発動する。なんで？超怖くない？シリが起動するの？やっぱ分かってるな。ジョブズは分かってるな。おでこ広い人に憧れる。なんで？ふっさふさの方がいいでしょ、どう考えても。ふっさふさの民に、だからカオスなんかそれこそさ、年取って、俺より年取ってんのにふっさふさだからね。絶対ハゲないでしょ。なんだこいつ。あ、みさきさん、みさき座長だ。いらっしゃい。ジデーヌ・ジダン。ジダンはまあイケメンだよな。かっこいいよね。ジダン好き。俺ね、ジェイソン・ステイサムあんまグッと来ないんだよ。なんか、そう、多分トランスポーター見てないからなんだろうけど、ジェイソン・ステイサム、かっこいいか？なんかすごい、ハゲの一番のイケメン、ジェイソン・ステイサムみたいな風潮があるけど、トランスポーター見てねえから分かんないんだよな。配信業っすよ、今。はい。配信業っす。なんかね、もっとやぼったいハゲの方がいいんだけどな。身体能力半端ねえから。いやだから見てないから分かんないんだよ。ドレさんも、ドレさんカツラ？食毛？ドレさんの髪の生え方おかしいよな、あれ。やぼったいハゲが好き、俺。ドレさん多分ハゲだよね、あれ。食毛だよね。髪の毛、いつまで経っても長くなんないもんね。ドレさん、俺ドレさんが売れる前の初期のやつ好きなんだよ。ドレさんの初期ってどんな感じか知ってる？ドレさんのね、初期型のドレ好きなんだよね、俺。初期型。まだ俺その頃配信知らないんだけど、あの感じで好きなんだよ。なんか石のっぽいんだよね、ちょっと。なんかやっぱ小金掴むと人って変わるんだな。小金掴むと人って変わるよね。なんだよ、忙しいのに。何？もしもーし。俺クラス、切りたて、ちょうどいい。なんで片言なの？まあなんか伸びかけみたいな、うん、4種類ぐらいある俺クラスは。何を言ってんの。あ、カツラ。そうそうそう、バレてるわけないっつの。いやカツラでしょ、4種類駆使してるでしょ。いや駆使して、うん、バレないようにしてんだって。最新のやつは何、お金掴んでからやっぱり買ったの。ちょっと今のそれが財産かな、うん、唯一の。ああコレクション、あのみかん箱、りんご箱に入ってるんでしょ。あれだよでも、うん、際どいとこだけのパートのやつだ俺の全部だな。なるほどなるほど、パーツがあるんだ、うん、上に乗せるタイプで。でもさ草薙とか一回本当に、うん、もうエガちゃんと変わらなくなったのに、え、現代医学すごいよね。え、草薙くんってハゲたの。ハゲて全然ハゲて、ネットにいっぱいあるけど。え、マジで。え、中井くんじゃなくて。中井くんタイプは無理だったけど、草薙は植毛してだいぶ自然になったもんね。え、で草薙くんがハゲたの知らなかった。草、いやいや全然ハゲだ。ハゲ、草薙ハゲで出てくる。うん、やばいと、相当やばいと、本当だ、写真いっぱい出てくるよ。あ、本当だ、確かにこんな時あったわ。植毛して彼は成功タイプ、またはその気配薬飲んだのかも。女性ホルモンみたいなの飲むと、うん、男性能力は下がるけど、うん、抑えられるんだよかなり。あ、でもね俺ねそれマジな話なんだけど、イソフラボン豆乳飲むと毛がふさふさする、1ヶ月ぐらい経つと。そんなの都市伝説だよお前。乗っからないのそこは。だって都市伝説だもん。いや、イソフラボンに最新の効果で発表で、うん、研究で、うん、あれには女性ホルモンに似た効果なんかないよ。あ、なんかちょっと、はい、無慈悲だけど。あ、すいません。今そこはいいんだけど、はい、お前らすごい年寄りのこと髪薄いとかなんとか、俺なんか奇跡的に持ってる方だし、うん、俺なんか髪染めてないんだよこれで。え、だって黒じゃん。染めてないって。ああそういうことか、白髪染めをしてないってことか。白髪でしょ。はい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 、確かに。まあ白髪あるよ、うん、よく見ると、うん、でも、うん、俺クラスはやっぱ健康に暮らしていくから、うん、ストレスですぐあれ出るけどね髪の毛に。うん、アメリカ行った時やっぱり20代で若白はすごかったから。おー、やっぱもう言葉が喋れないストレスとかね、もう真っ白になるかと思った。え、何、白髪が増えるの俺のケースはね。へえ。え、それって黒く戻るの一回そのメラニン色素がやられたのに。戻るでしょ、だって髪なんか切っちゃえばいいんだから。おー、ストレス自体がなくなったらまた戻って。へえ。でもやっぱり何年かに1回白髪多い時ある。あ、そうなんだ。最近は気にしてないけど、でもやっぱり白髪あるよいっぱい、うん、近くで見ると、うん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 、あんまりでも気にならないかな。でもはまだ若いからね気にしたい気持ちはわかるけど、うん、もう男もさ45とかになったら、うん、もうどうでもいいのよ金掴んでれば。金なんだ。だってそりゃそうでしょ、貧乏で容姿もあれだったらだけど、逆に金持っててハゲだのなんだの言う人いないよ。あ、まあまあ、周りの人で。まあそうか。どっちがいいかっていう、髪が揃っててイケメンのもう俺みたいな貧乏にど貧乏に、うん、もう1円もない今日本当にね、うん、スタミナキング行こうか、うん、ガストにしようかみたいなさ、サイゼにしようかみたいなやつとさ、うん、多少だってその人の責任じゃないじゃん、多少ハゲててもさ、うん、まあ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 もう思い切って剃っちゃうとかさ、そこまでいったら、うん、多分そっちの人がいいんだと思う、うん、最近なんか外人の真似して剃る人増えてきて、うん、むしろ潔いよね、もう剃っちゃうとこは。っていうか外人の人はすぐなんかもうバリカン入れてスキンヘッドみたいにするイメージだけど、うん、ね、うん、そんなに薄くなってないのにね。そう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 、もう早めだよねやっぱアジア人系の人、うん、まあ日本人韓国系の人、うん、中国系結構粘る人多いよね。俺もだから粘ってるよ、うん。いや、まあ、わざわざでもまだシャレになる範囲で、あげてはないよ。もっとさ、バーコードの人よ、言われる。ああ、そうだね。とかも、うん、カッパー系でもう後ろがどうやってもざっくりっていうさ。そうだよね。俺でもね、おでこから来るハゲは止めらんないけど、俺後ろハゲたことと上薄くなったことあるんだけど、あれはストレスとか不摂生だよね。まあね。あとなんか知的な印象ない、ハゲると少し。ないよ。そうかな。俺22ぐらいまで本気で悩んでたもん、でこ。いや、うん、そのパーツは今、うん、実際金毛さえかけば植毛でいけるけど、うん、まあ、不自然だよなやっぱな、うん、植毛するとな、うん、中井とかどっから髪生えてんだって話だもんね。あ、まあ違和感あるけど、まあでもあれは本人もね嫌だと思うよ。本当はさらけ出してやりたいんだろうけど、まあ、アイドルだからね、アイドルだからしょうがない、職業だからしょうがないよねあれは。うん、うん、まあでもかっこいいかな、中居君とか草薙君とか。話変わるけどさ、うん、もう毎日脅迫状みたいなの、あれ普通に警察持ってったらこれ脅迫状だろみたいななんかそういうリテラシーとか全くないんだろうね。え、何、脅迫状が来んの今。いや普通に来てるどんな脅迫状が来んのなんか俺が使ってた、なんだっけ、デリヘルの社長知ってて、ごめん、俺も来てる今だからもうその目的って一つでさ、これをばらされたくなかったら捨て頃出ろとかって話になりかけてたのもう余裕でもう来たメール俺晒したけどね。そんなのコンプライアンス気が狂ってんだ。え、何ヤクザだろうがなんだろうが。ちょっと待って、さ、俺はそのドレさんのその住所と、ドルさんの本名と、ドルさんが使ってる、うん、なんだっけ、デリヘル、うん。って、それは事実なの？事実か事実じゃないかとしてさ、そういうことを、うん、ヤクザが経営してようだよ。なんだよ、うん、顧客の個人情報、顧客が多少人に知られてるからだって、社長がやってると思わないけど、それを他人に話して送りとか、女の子が。それをさ、脅迫してるってもう犯罪だから、ね。いや、もう犯罪だよ、完全に。個人、うん。え、あ、来てるんだ、本人にも。いや、俺は黙ってたの。いや、もうツイッターでもう貼ってるよ。うん、あ、貼ってるんだ。だってもう脅迫だもん、それ。まあ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 、そうだよね。まともな会社じゃないし、多分そこの会社の社長は関係ないんだよ。女と送りとかが。女が知ってるって言い出したら直して見たことある っていうかさ、俺がびっくりしたのはね、俺は黙ってたんだけど、これはね、俺が言うことじゃないか、まあドレさんから今話ね振っていただいたからあれなんだけど、さ、俺がびっくりするのさ、こんだけ有名になってデリヘル頼むって結構だったらさ、向こうも何月何日に本名でいいから俺が使ったって記録を出せばいいんだよ。出るわけないんだからそんなの。だからそもそも本当か嘘かって話すのもあいつらの言いたい放題。で、要はその俺がもらった花火を風俗に使ってる印象操作をしたいんだから。まあそうだね。これ二律背反してて、じゃあそいつらが何月何日何月何日呼んでるっていうデータ出したら、その会社頭どうかしてんぜ。まあいや、顧客の情報全部出てん。しかもその顧客がどれの深夜食堂であるっていう証拠なんかないんだから。まあまあないだろうね。ってことはもうそいつらの名誉毀損じゃん。まあ完全に名誉毀損。その上にだよ、お前考えて行動しろとか、捨て頃どうのこうのとか来てんだよ。こればらされたくなきゃ出るみたいなこと言ってんだよだからさ、俺この流れの面白いのがさ、ドレさんを出したくないのかドレさんを出したいのかっていう。いや出したいんだ。そうでもそのちょっと前までは出さない方向で進んでたじゃん、アンチの活動は。俺も普通にあれしちゃったよ。何しちゃったの？それ晒しちゃったよ。そいつが脅迫状、後で見よう、名前も含めて。ドレさんのツイッターに載ってんの。送ってくるたんびにDM をそのブロックするんだよ。ビビリだから。でも今度はなんか俺がホワイトニングをしてる、そのホワイトニング剤のそれが注射器に見えるから覚醒剤やってんじゃないかみたいのを拡散したらしいの。もうヤクザだよねやってることはヤクザの爽快屋みたいな感じだよねそう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 、株価を下げようぜ。でもこれさ、うん、俺金あったら普通に弁護士雇って、うん、IP だって訴えてるって、こんな、まあ、普通冗談とかじゃないから、うんうん、だってもうヤクザの名前出してんだから、うん、俺何気分だっていう。おで、そのデリヘルに通ってた記録も全部あるっていう、それ自体さ、顧客の個人放送、個人情報ね、うん、それを全部、うん、暴露してるわけだから、うん、その企業のコンプライアンスってないよね、うん、まあないよね。本当だったら、うん、もう話し合いのところだよ、うん、本当は。いや、まあまあそうだけど、多分同じやつがやってんだろうけど、うん、こいつともう一人は放送でこれをやるの、うんだからその食べた金を、でもこれずいぶん前なんですよ。そんなのもお構いなしだ、うんうん、まあ俺に来たのは1週間ぐらい前だったかな、だったんだけど、俺に来てるってことは多分いろんな人にやってるわけだから、配信者をね、うん、要は誰かが別に誰も何も思わないと思うよ。東京都が登録してる風俗店に通ったことがありますと。でもそれも日時なんかしっかり書いてないで、うん、それ全部把握してるからお前晒すぞって言ったらそれ脅迫でしょまあ普通にまあそうだね。で通ってて何が悪いんだっつう話だから、本当の話、うん、いや本当はそんな頻繁に使ってないけど、うん、もうそんなの言われたい放題じゃんじゃあこれが別に俺同性愛者差別するわけじゃないけど、うん、もしだよ、うん、俺が男性向けのそういうところに通ってたって、それは先週の主張になるかもわかんないけど、うん、何がダメなのって、その通った挙句なのにその企業は顧客の個人情報こうやって平気でね、うん、送りなのか、うん、あるいは女なのかわかんないけど平気で口割らせんのっていう恐ろしい話でしょ。まあまあまあそうだよね、うんうん、でもこういうことって芸能界とかでよくやられてんだと思うよ。だから芸能人安い風俗行かないで、うん、まあまあそうだよね、しっかりしたね、ま、そうだから、うん、ピロートークで、うん、俺野球選手なんだとかさ、うん、俺実際ねそういうところで六本木で勤めてたことあるけど、やっぱり絶対割らないもんね、うん、え要は顧客でプロ野球選手や芸能人とか来るようなお店で働いてたことあるけど、いや絶対割らない、絶対割らない、絶対割らない。だからこれ送りなんだって、うん、こいつがチンピラで送りとか女で送迎ね、うん、このね、うん、社長なんかこんなことするわけです。これ知れたら大変なことだよ。いやまあ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 店の情報を持ち出して脅迫してんだから、うんもう俺金あったら余裕でこいつ訴えてるよ、うん企業コンプライアンスの問題だもんだって、まあ、俺が言ってたか言ってないかとかじゃなくて、うん、そういうことを第三者に話すってこと自体がさ、まあダメだよね、うん、うん、だから俺これもうツイッター晒してるよ、こいつの DM、うん、こういうのが毎日来てるんだっていう、うん、でなんで捨て頃の話になるんだろうね、うん、こういうやつが。いやだからもう人気者だからさ、ドルさんでだから違う違う違う、うん捨て頃に出したいんでしょ。でもほら出なきゃこれ晒すよっていうでももう晒されてるから、そうすると犯人分かっちゃうよね。うんうんドレさん戦ってるね。まあどうでもいいんだけど、こんなもん聞きやしないし、こいつらでも頭いってんのかなと思ってこういうことで勝ち誇ってるからいやでも余裕でツイッターで晒してるよ、この全文晒してるよこいつの。おどういう形で脅迫来てるか、うん、いや俺もだから実際そのね1週間前にはその情報掴んでるから、うん、いやまあドレさんから言ってきたからねあえて話すけど、いや配信外でも言った方がいいのかな。こういうこと隠したらさ、うんずっと脅迫されんだよこれ言われたくなかったらなんかやれっていう、うん、でも俺はそのドルさんからその公正に出るというかさ、ツイッターで晒しててそういうのは俺は好きだよ、うん、そういういや晒すんじゃないでしょ、だって脅迫されてんだから、うんうんうん、いろいろミスリードしようとしてんだって、会社の社長がこれをやって、うん、そんなわけないよ、うん、デリヘルの個人情報が自由に出回るって知ったら、その企業にとってものすごいマイナスだから、うん、こんなこと言ってるやつ、うん、本当にその会社の人間じゃなければ沈められるよ本当に、うん、4億とか年商4億5億の商売なんだから、うん、それに傷つけるようなことすればさ、うん、まあまあまあそりゃそうだよね。普通に考えて顧客の個人情報なんて守れんだし、まあ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 、もっと言ったら俺偽名で使ってんだから女か送りしかないんだよ、うん、確証もないのにここで広げてるわけださ。でも俺ね、ほら俺店の名前も知ってるからあれなんだけど、まあそこそこいいお店の女の子は口割らないよ。いや割ってっからこういうことになってんじゃん。ああ、だ知ってたんでしょ、たまたま知ってたんでしょ。おー、え、俺、どれの深夜食堂って言うんだよねってピロートークしなかった？大丈夫？あ、それはした。した、じゃあ自分が言ってんじゃん。いや、自分が言ったからって、会社の人間だって脅かしちゃダメでしょ。まあまあまあ、そうだけど、まあ、そうだけど、自慢しちゃってんの？それは自慢した。風俗で女の子抱いた後に、俺結構有名なんだよね、ふわっちってサイトでって。ちょっとそこも問題になってるけど、抱いてはいない。デリヘルだから。ああ、まあ、抱いたじゃなくてね、その、まあ、サービスを受けて。ちょっと自慢はした。ちょっと自慢したんだ。そうだね。素敵。ブラウザが開いてて見られちゃった。自分で開いてたんでしょそれ。いや、そんなことないけど。マイクがあったから。まあ。でもさ、面白いとかを超えちゃってるよね。その挙句、その、捨て頃出ろとか、そういうのはもう、だって脅迫でしょ、これ出されたくなければ。もう冗談とかネタの域はもうとっくに超えてるよ。まあね。これはダメだよ。法律違反。まあまあまあ、もう完全にアウトだろうね。うん、そのヤクザっていうのもね、匂わせてんの。まあ、それはまあね、ダメだよね。暴対法にも引っかかるし、脅迫でしょ、これ。うん、そうだね。俺の意に沿わないことをやらせようとしてんだから。うん。うん。まあ、バカなんだよ、要は。うん。こういうことやれば俺がビビって、出さないでくれって言ってからのね、出してくれって言うとでも思ってんだけど、犯人分かっちゃうな。いや、つながってんでしょ、そういうの。うん、まあ、とことんやってやるよ、こんなもん。訴えなきゃいけないんだ、訴えてやるよ。当然だもん、こんなもん。金払ってもらわなきゃ合わないよ。てめえの店、そこでやってんのかよ、つってな。もう客が来たら、客知り合いだったら、お前、それお前、拡散してんのか、この野郎、つって。潰しちまうぞ、こんな店、ほんとね。いや、それは分かんないけど、ほら、まだ因果関係がまだはっきりしてないから、そこは。で、因果関係もなければ、本当かどうかも分かんない状況なんだよ。俺の本名でそこの店、俺が行ったとしても登録してないとしたら、事実かどうかなんて言えないんだから。まあまあ、そうだよね。知ってるって言ってる送りと女が、いや、あの人に間違いないって言ってるだけで、店から公式に発表したことじゃないし、そもそもが。じゃあ、やっぱり本当だったとして言っていいわけがないでしょ。まあまあ、そりゃそうだよ。それはそうだよ。コンプライアンスだもん。個人情報は守らないと。しかも、ここの会社の社長がっていう言い方してんだよ。どうかしてんだよ。まあ、いや、別に興味ないんだよ。じゃあ、ワードクラス頑張ってほしくよ。はい、頑張ります。ちょっとワードクラス今、あれ、いくつ花火。今日飛ばないね、あれのところも。ちょっとね、厳しいですね。まあ、でも、我慢してやるしかないな。そうですね。やるしかない。我慢して。はい。もう本当に。頑張ります。はい。うるせえんだよ、ルサルク、この野郎。やんのか、ルサルク。なんでリスナーさんに怒ってんの？もし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 、この野郎やんのか、うさぎ、この野郎。ちょっと待って、おいなにどうしたの？やんのか、うさぎ、この野郎。どうしたの、ドルさん。こいつ俺のアンチだもん。かっこいい風の。かっこよくない。花火は投げるアンチだもんね。花火大して投げねえよ、こいつ投げるな。お前の枠で泣いて、うん、その後お花火一発かのやつだ。こいつ泣けねえよ、俺のとこで。そもそもアンチなんだよ。俺には20発ぐらいくれるよ、ルサルクさん。そうだ、いいじゃん。お前の格好なんだ。俺に対してアンチは、おなら、ルサルクやってあんとこなやろ。ふざけんなよ、この野郎。ドレさんでした。なんか情緒不安定だよね、最近ね。いや、面白いね、本当にね。なんか、磨きがかかっていってるよね、芸風にね。アンチじゃないよーっつってね。あ、面白いわ。花火ありがとう、マギル。ドレさんに、ドレさん、頑張ってね。いや、俺はドレさんを、ドレさん何が好きっていうのは、ちらほら、その風俗に行ってるのは本当だけど的なニュアンスだったのが俺は好きだった。何どうしたの？今終わったでしょ、綺麗に。どうしたの、ドレさん。うん、もしもーし。ごめんごめん、窓に関係ないんだから。うん。俺、ルサルクよ、てめえが。アンチじゃねえ、アンチじゃねえっつって、窓の枠でよ、俺に嫌われたっつって泣いてみせるのまでしてよ。なんで俺んとこで花火投げねえんだよ。アンチじゃねえんだったら花火投げろ、この野郎。てめえがやってることアンチ抗議なんだよ。ワドンとこで俺にブロックされたっつって泣いてよ。仲直りしに来たんじゃねえのか。なんでその後俺に花火投げねえんだよ。おい。アンチじゃないですよじゃねえんだよ、この野郎。花火投げろ、この野郎。それさっき言ったじゃん。これね、多分ね、YouTube に動画職人さん用に多分テイク2やったとしか思えないんだけど、何こんなさっきの撮れ高ちょっと甘かったな、みたいなさ、もうちょいいけるな、俺、みたいな。なんでテイク2勝手にやり始めんの、この人。腕上げたな。完全に今、YouTube 用のテイク2でしょ。あ、動画職人さん、僕は、動画 YouTube に上げていただいて結構ですので、ぜひぜひ、今のね、編集して、上げてください。はい。すいません。いや、面白いね。アメックスでオートチャージできるかどうかはわかんないですね。面白いよね。怒りの初動がね、どこがポイントなのかわかんないから。じゃあ、ドレさんの面白いところは、本気なのか嘘なのか分かんなくて、多分本当9割ぐらいがネタじゃないところが面白いんだよね。だから、実際俺黙ってたんだけど、例えば、今掴んでるこういう、ポンプ系とかハト系のやつは2種類あって、ネルさんのリーク情報とドレさんのリーク情報の2つ持ってるんだけど、俺がいかにクリーンな配信か分かるでしょ。俺、自分からペラらないでしょ。カズ軍曹のさ、揉めた時もカズ軍曹の名前出さないでってやるでしょ。だから、めちゃめちゃ守るよ、俺。ネルさんがこういうことやってますっていう、要はね、なんかこう、大炎上させるようなネタ持ってたり、ドレさんのやつも持ってるのよ。この風俗店でここでこうでこうでこうでみたいなの全部持ってんの。でもね、やらない。自分のネタをひたすらやり続ける。うん。やだ。あの人釜かけたらいくらでも吐きそうだ。いや、乗っかってるだけだよ、今の。だから、ちょいちょいファンサービスで、いや、風俗嬢には、ピロートークで配信やってるのは言うけどっていうのは、そう、へこんだ。ルサルクさん、落ち込まないで。うん。面白いね、ドレさんはね。しかもさ、これをさ、自爆のネタでやればいいのにさ、なんでさ、面白いネタ全部俺の放送で提供してくれるのかがよくわかんないんだよ。俺、ドレさんの伝突、毎回不思議なんだけど、それ自爆でやんないで、なんで俺の方にぶっ込むのみたいな。それ不思議じゃない？毎回こういう系のさ、ネタってさ、俺のところで全部吐くんだよね。閲覧が少ないから安心なのかな？なんなんだろう。なんかサービスしてくれんだよね。うん、なんか、週刊誌週刊誌みたいな放送になってるんだよ。いいじゃん、ドレさんのコーナーいつも楽しみだ。ねえ、ドレさんのコーナー楽しみにしてる人結構いるんだよね。うん。面白いよな。酒飲んで回復するまでお待ちくださいっつって。飲もう、ルサルクさん。ルサルクさんが花火俺に20発上がった瞬間に次の日ルサルクさんのブロック解除してたドルさんには笑ったけどね。そうや、ルサルクさんがドルさんにブロックされた次の日に俺と便所さんに花火投げまくったんだよ。30発とか20発とかガンガン投げたらドルさんが次の日にルサルクとは和解したっつってルサルクと俺は別に何でもない和解したんだっつってブロック解除してしれっと。でも花火もらえないの気にしてたんだね。ルサルクてめえこの野郎とか言って、うん、面白いよね。184ですね。半角英数字の184です。ドルさんプライベート面白いよ、うん、ドルさんはプライベートの方が面白いけど、まあまあでもまあ普通の配信の方でも面白いタイプだから、まあオフトークが多い感じかな、うん、なんか最近でも伝突かけてくるときは全然オフトーク公開するようになったけど、うんうんうん、俺には半角英数字、あ、OK です。 184OK、うん、デリー行きづらくなって怒ってるだけじゃねもう。いやどうなんだろうね。いやそういうわけじゃないでしょ。うん、いやなんかその脅されてるのが嫌なんでしょやっぱり、うん、要はネタの範疇超えてるんだろうっていう怒りはまああるでしょ。そのさデリヘルのどこに通ってるとかさ暴露されたら嫌でしょみんな。うん、そうだから俺はどうすりゃいいんだろうって思ったもんね。このドレさんが通ってるデリヘルの名前とかも全部知ってるし、ほうほうほう、あ、了解です。いやよ了解です。なんだろう、うん、ちょっと待って。いやもうだから困るってこういう DM。 どうなんだろうこれはいいのかな。ちょっと、判断難しいな。いや、じゃあ、これ自己責任でやるんだけど、今送られてきた DM は、見たい？みんな。今送られてきた DM 見たい？いや、だから難しいんだよな。まあ、今ドルさんが話してたから、俺はドルさんのことを信じよう。これは多分 OK だと思うんだけど、見たい人手挙げで。送られてきた DM の画像見たい人手挙げで。いや難しいんだよな、うん、見たいみんな見たい見たい、うん、まあドルさんが今ネタにしてたから OK だと思うけど、今送られてきた DM はこれですね、うん、あれあれちょっと待って、ほいこれだからこういうのがいい怪文書みたいに送られてくるんだよ。だからその俺に送ってくんなよっていうさ、うん、俺に送ってくんなよっていうかこの画像どっから手に入れたんだよとかさ、今ドレさんがまあねその話してたからいいと思うけど、うん、うん、いやホワイトニングの写真とかね、うん、いやわかんないよねどうしたらいいかわかんないよ。うん、いやもうきついって本当に、うん、覚醒剤じゃなくてホワイトニング、歯のホワイトニング、うん、歯のホワイトニングの写真とかをだからこういう風に送ってきて印象操作をしてくるっていう風に言ってたじゃん、うん、だからもう勘弁してよ本当に。うん、だから俺に送ってもどうしようもないっつうの、うん、もう勘弁してください。もうごたごたに巻き込まれたくない俺は配信会の、うん、ごたごたに巻き込まれたくないです僕は、うんうん、まあだからあれだよな、有名になるっていうのは弊害もあるからな。うん、まあいいこともあるじゃん。その花火で生活できるようになるとかさ、食えるようになるとかさ、うん、だけどまあ難しいよな。叩かれることも多くなるしさ、うん、難しいよ本当に。うん、デリの名前はコメントで出てた。アンチの少ない配信者なんているかっていうかさ、俺はそのまあ放送やってて分かるんだけど、閲覧が増えるからアンチが増えるのよ。だからぶっちゃけた話言うとね、50人以下の放送でアンチなんか分からないんだよ。アンチなんか湧くわけがないの。だからその人数が増えたら、人数が増えたことによるアンチが多いのね。だから要はそのなんつうんだろう、いい思いしてるから、いい思いしてるからあれなわけじゃん。なんつうの、嫌なわけじゃん。だからもうこれは横転になる宿命、記者宿命になってるから、そこもなんつうか悲しいところだよね。うん、いやいや了解です。有名になると、そうバカに見つかるとは思わないんだけど、なんつうんだろう、有名だから叩きたいっていう部分ってあるじゃん。で無名な人で嫌いだったら見なきゃいいだけだから、なんつうの、その嫌いグループがある程度できてきちゃうのが、やっぱ100人超えたり200人300人って増えれば増えるほど、なんか悪ノリが始まっていくから、うん、そうだからドレさん的にはね、やっぱねいじられたくないと思うよ、年齢的に、うん、年齢的にさやっぱり嫌なんだよ、うんやめます、うん、まあさ、こうやってさどん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 有名になっていくけど、どん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 その普通にアルバイトとかで働けなくなるからね俺もう無理だって分かってるもん自分で、うん、自分で無理だって分かってるもん。もうアルバイトに戻ることは無理だっていうのは、うんありがとう。うん。でもさ、その本人が嫌がれば嫌がるほど増えちゃう法則ってあるじゃん。本人が嫌がれば嫌がるほど増えちゃう法則って。だからうなちゃんマンとか、だから鮫島さんのプライベートとかすごいんだよやっぱり。あのね、鮫島さんが運転中にいきなり電話かかってくんの。再現ね、これ。あ、電話だ。あ、またかよ。つって。ピッて。いや、お金持ってないっすよ。お金持ってないって言いましたよね。はい、森です。僕、資産家の家じゃないっすから。はい、はい、ピッて切って。それで普通に運転ブーンって言って。鮫島さん、今の電話なんすかって言ったら、まあ、投資家の案件で、マンションの投資の案件が毎日かかってくるんだよで、えって言って、え、それもう何年ぐらいこの生活やってるんですかって言って、ああ、10年ぐらいだな。ブーン。すごいでしょ。鮫島さんの日常そんな感じなんだよ。それネタにすらしないのもう当たり前すぎて。鮫島さんの、その、なんつうの、生活がもう、要はアンチに、その、なんつうの、もう電話番号、住所とか全部バレてるから、その個人資産家だっていうやつとか、ピザとかいうレベルじゃないのもう。毎日電話がかかってくるの。その、ぜひ我が社で不動産を投資しませんかみたいな。で、俺金持ってね、ニートだっつってんだろ、またまたとか、聞こえてきてピッて、うるせえよつってかけてくんなよつって。すごいなって思うよね。ああ、10年目だな、ワドつって。切りねえんだよとか言ってもうなんか知んないけど電話番号変えてもずっとかかってくんだよって言ってたよ。すごいって思ったよね。うん、だからまあ大手なんでしょう。配信中にかかってきたことあるよ。無職です、紐ですってすごいよね。プライベート中にもかかってくるからね。バンバンかかってたもん。いや、鮫島さんほんとすごいと思った。うん、それをさ、その配信のネタじゃなくてガチでやってるアンチもすごいなと思うけど。労働人口が減少しておりますので、希望はあるのではないと思いきや、AI が進んじゃってね。ドレさんは一体何と戦ってるんだろうある程度有名になってデリヘルに通うドレさんもかっこいいと思うけどな。でも俺大手配信者でデリヘル行く勇気のある人あんまり見たことないかもしんない。モンスター今ないっすね。これだけです。タリーズだけですね。有名配信者そういうの結構嫌うもんな。嫌でしょ。ああってバレたら嫌じゃない？和道だとかなったら嫌だもんね。コンビニとかで軽く若い従業員に会釈される時とか嫌だもんリスナーですよアピールされる時あるもんね。じゃあさ、俺さ前から気になってたんだけど一個だけいい？ドレさんの電話の後面白いんだけどコメントが止まるのすげえ嫌なんだけど、この現象何なの？何待ちなのみんな。さっきまで楽しく会話してたじゃん。なんでピタってさ。まあ自分から言うドルさんはかっこいいね。俺、ふわっちやってんだよねってね。先手を打つタイプね。うん。うんうんなんとなくっていうかさ、ドレさんの電話の後って必ずコメント止まるからトークしづらくなるんだよね。何のこの間なんだろうとか思って。今日も長電話になるぞと思って見てた。いや、ドレさん全然長電話にならない時ならないよ。まあ、盛り上がるときはね、トークが弾むときは長電話になっちゃうけど、必然的に。それは普通だよ。うん、うんうん、富裕層枠とされてる同類いやネタで言ってんだよ俺は富裕層枠っていうのネタで言ってんだよ、うん、本気では言ってないでしょ、うん、大体生放送、まあ生放送好きな人ってさ、まあ主婦とか生活保護とか、あと FX やってる人とか、あとはまあ本当に経営者とかはあると思うけど、うん、ネット好きな人で富裕層イコールではないでしょ。どちらかっていうとあれじゃん、 FX 系の配信者の方がFX とかで儲けてる人が多いんじゃないかな。もっと俗っぽい世界でしょ配信界は。ネタネタ、そんなわけない。いろんな、まあもう職業とかで区分はできないよね、自分のリスナーさんを、うん、時間の減り方すごい。うん、いやルサルクさんは外交関係って言ってなかったっけ、大使館って言ってなかったっけ。うん、初見です。和道さん確定申告されてますか。なんで初見さんに俺確定申告してるかしてないか言わないといけないのなんで俺初見さんにいきなりすいませんはじめまして確定申告ってされてますってなる。あーどうもーって噂は金がねきねえお話聞いてますはじめましてどうもあー確定申告ってされてますってならないでしょ日常会話でもっとあるでしょ、もっとなんか聞くことあるでしょ、うん、今話題だから、あー確定申告ね、うん、ご想像にお任せします、うん、よろしくお願いします初見さん、もしよかったらフォローしていってください。じゃあ僕はそろそろ寝ようかな、うん、じゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。あやべ設定間違えたちょっと待って、はいおやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。